先日多くの人に多大な余韻を与え大量の涙を流させ最終回を終えたドラマ2521、主演であるナムジュヒョク様、キムテリ様の演技が各所から絶賛されているのはもちろんですが、彼女の演技が素晴らしかったこともドラマ成功の大きな要因となりました。実はアイドルであり、いわゆる演技ドルである彼女。細かいプロフィールやキャスティング秘話などをご紹介します。今日はキムジヨン様の特集です。本名キムジヨン、アイドルとしての活動名はボナ。ガールズグループ宇宙少女のメンバーで、ポジションはサブボーカル、リードダンサー。1995年8月19日生まれ、現在26歳、身長163センチ、体重は42キロから44キロ、ウエストが細いことでも有名です。出身はテグ。子供の頃からダンスが好きで、歌手になることを夢見て過ごしました。その美貌から、幼い頃より近所の人、母親の友人らから、本当に可愛いわ、芸能人になりなさいとよく言われ、自然と芸能界に興味を持つようになります。中学生の時、友達と冗談半分でオーディションを受けます。結果は合格。両親からの一度やってみなさいという後押しもあり、高校1年生まではテグで過ごし、その後単身でソウルへ。練習生としての生活がスタートしました。それから約5年の練習生期間を経て、2016年に宇宙少女ボナとしてデビューを果たしました。自分がデビューすることを記事で知ったという彼女、会社の人から、デビューおめでとうボナといきなり言われ、ボナって誰と不思議に思い検索したところ、ボナという名前でデビューすることを知りました。この5年の間に国内や中国の雑誌などでモデルを務めたりもしています。宇宙少女の中国人メンバーとは、中国語でコミュニケーションが取れるほどの中国語の実力があります。また生まれ持った美貌だけでなく、女子力もとっても高いと言われているボナ様。休日でも必ず化粧をし、グループ一女性らしいと言われています。インスタグラムではとってもおしゃれな姿を見ることができるので、要チェックです。アイドルとしてデビューした翌年から演技活動も開始。出演した作品をさらっと紹介します。2017年最高の一発でドラマ初出演。死んだと思っていた90年代のトップアイドルが2017年にタイムスリップしてしまい、かつての恋人やマネージャー、元メンバーらと繰り広げられる時空を超えた三角関係とブロマンスを描いたドラマです。このドラマの中で練習生のエースであるトヘリ役を演じました。練習生という役柄だけにソロパフォーマンスも披露していますが、とってもセクシーで魅力的です。同年、君に猛ダッシュ、恋の行方はで初主演を務めます。1970年代を舞台に、高校生たちが繰り広げる懐かしくて甘酸っぱい愛と友情の青春ラブコメです。ここでは夢いっぱいの好奇心旺盛な女子高生ジョンヒを演じました。恋に憧れる可愛い女の子で、ボブにした髪型もとても素敵で、新鮮な姿を見ることができます。また初主演とは思えない高い演技力を披露しました。翌年、私の彼はエプロン男子、Dear My Housekeeper でも主演を務めます。最悪な出会いから始まったクールな完璧男子と、家も仕事も問題が山積みな掃除できない系女子2人によるシンデレララブコメディです。ここでは広告会社のインターンとして働くイムダヨン役を演じています。とてもドジな役で、これもまた新鮮。断捨離や家事をしっかりやりたくなってしまうような、とても平和なドラマです。もちろんキュンキュンポイントもしっかりあるので、ご安心ください。2020年、人生最高の贈り物、ようこそサムクアンハウスへに出演。それぞれに事情を抱えた住人たちが共に生活する中で仲を深め、心を開いていくヒューマンラブストーリーです。アイドルを目指しつつ、芸能事務所のスタッフであるヘドゥン役を演じました。愛嬌あふれるとても可愛い役です。こ
れまでのラブコメと違いヒューマンドラマで50話ととっても長いですが、視聴率も高かった作品です。そして2022年、今回の25、21でコ・ユリム役としての出演になりました。ユリムの役を探すため力を入れて数ヶ月もオーディションに時間をかけたという制作陣、なかなかキャストが決まらなかったといいます。というのもユリムは前半ひどに冷たく接し、ひどいことも言うなかなか嫌な子でした。本当はすごく優しいのに、過去の記憶からひどが怖かったせいでひどい態度をとってしまっていたユリム。特にアジアンゲーム決勝戦で誤審だと異議を申し立てた時が、視聴者的にもユリム嫌度がマックスになったのではないかと思います。それでも視聴者から嫌われない、視聴者を離さない、ただの嫌な子だと思われない演技が必要でした。そしてほぼラストキャスティングでその役を射止めたのがボナ様でした。アイドルが演技をするとその演技力に批判が多くつくことがありますが、ここまで演技力について批判がないのは異例なんだそうです。後半にかけてユリムが大好きになっていました。友情を披露したキムテリ様は、ユリムがボナでよかった、本当にかっこいいし尊敬しているとコメント。ボナ様もキムテリ様のような大人になりたいと愛情を伝えています。撮影のオフショットでも常に仲のいい様子がうかがえて、実際にも仲が良かったのだと分かり、とても嬉しい気持ちになります。これだけ演技活動をしながらしっかりとアイドルであるボナ様、最後に宇宙少女とアイドルとしての活動を紹介します。宇宙少女とは韓国と中国の事務所の合同プロジェクトとしてデビューし、メンバーは韓国出身の10人、中国出身の3人の13人で構成されたグループです。現在は中国出身メンバーは中国での個人活動がメインなようで、韓国内では10人で登場することが多いよう。ボナ様の美貌と演技力についてはもう皆さんお分かりだと思いますが、その上で歌、ダンス、自分の見せ方まで兼ね備えているエースでありセンターです。現在宇宙少女はクイーンダム2という Mnet の事務所の垣根を越え、ガールズグループがパフォーマンスで対決を繰り広げる番組に参加中です。ボナ様は25、21位の撮影でまだ出ていませんが、これから合流する予定とのことです。日本からは ABEMATV で見ることができるので、歌って踊れるユリムをぜひ見てはいかがでしょうか。自身のロールモデルは元祖演技ドルのスジ様だというボナ様、今後のアイドル活動と演技活動に期待が高まります。